皆様こんにちは。前回に続いて、今日も尖閣諸島の魚釣島にですね、平成24年2012年に上陸をした際のお話をしたいと思います。8月19日ということで、今日の収録日ちょうど8年前に魚釣島にですね、船から飛び降りて上陸をしました。でそういうチャンネル桜の水島さんとかですね、まあ私も飛び込んで、他の方も飛び込んだんで、そういう様子を見て別の船からもですね、やはり同じ思いを持ってきた人が飛び降りて上陸を泳いでしました。まあ、結果としてですね、地方議員が5人、水島さんのようなチャンネル桜や元自衛官の伊藤助康さん等々ですね、そうした民間の方々が5人ということで、10人が上陸をしました。そして上陸をしてですね、まず日本の国旗を魚釣島の目立つところに数箇所ですね、高々と岩場に掲げるということ、そして当初の目的でありました慰霊祭をですね、現地の その親城がある場所の近くでですね、岩のその岩の上で執り行ったわけであります。その後、まあ、2時間か3時間ですね、そうした形で現地の植物や、まあ、港があった後ですね、戦前は鰹節工場があって、200数十人の人が住んでましたね。当然港があったわけですけど、その跡がまだ残っているのでですね、そういう様子を確認をしたりですね、その自然についてもチャンネル桜が多く映像をですね、撮影をしていたところで、あります。まあ、そうした形で数時間過ごして、昼前にですね、それぞれの船にまた泳いで戻ってい、きました。その間海上保安庁はですね、何をしてたかというと、特に上陸をして我々を捕らえるということをするわけでもなく、比較的離れたところから大きな船から、あるいはそこから小舟でですね、ある程度まで近づいてきて、上陸はしないでくれということをスピーカーでですね、言っていた程度でありました。でそういう中で、まあ、そろそろ帰るということでですね、慰霊祭も行って、現場での撮影も行ってですね、現場での撮影って非常に大事なことであって、尖閣諸島について、ニュース報道等でですね、皆様ご覧になることがたびたびあるかと思うんですけど、まあ、なぜかですね、船の上から撮った映像や写真とか、あるいは飛行機等から上空から撮ったものばかりでですね、日本国の領土で、かつ日本国の政府が所有してるんでですね、政府の役人であればいつでも上陸してその日本国領土である魚釣島と南小島、北小島でもいいんですけど、そこにどういう植物があって、また人が住んでいた跡、そしてこんなのがあるというのは撮影しようと思えば実に、容易なことのはずなんですけど、そうした映像というのはですね、テレビ等では、まあ、基本的にはもう一切、報道されないと。まあ、政府もそういう映像を、まあ、おそらく持ってるんでしょうけど、あえて公開をしないというようなことでですね、そういう中で、まあ、民間の放送局で、まあ、衛星放送とネットテレビ中心ですけど、チャンネル桜というメディアがですね、その現場の上陸をしての鮮明な
高画質の映像を撮るというのはですね、日本国領土たる尖閣諸島を広く国民に知っていただくための大きな意味があるというふうに当時も思っていたわけであります。で、まあ、そういう映像等を撮った後にですね、船に戻ってきて石垣島にそれぞれですね、まあ、行きはみんなで揃って二十数隻比較的まとまって向かっていたわけですけど、帰りはもう、まあ、まとまってなくてもいいんでですね、古い船は新しい船あるのでそれぞれの速度でですね、無理のない速度でもまあそれなりにスピードを出してですね、石垣島に戻っていったわけであります。でその途中で海上保安庁から、まあ、私が乗ってる船にですね連絡があって、私が乗ってる船はですね、上陸した人間は私と、まあ、茨城県の取手市の市議会議員をやってる小島市議会議員ですね、この2人が乗っていましたので、この2人が乗ってる船だということなので海上保安庁の巡視船が今からそっちに向かうと追いかけていくんで、海の上で待っててほしいということは連絡が無線で入りました。で、まあ、無線で入って待ってるとですね、大きな船がちっちゃな我々が乗ってる漁船に横付けをして、まあ、船を乗り移ることも相互にもなくですね、ただ単に事実確認を淡々と10分やって、まあ、事務的ですけど親しみを感じるようなですね、やり取りがされました。まあ、上陸した時間、人数、メンバー、船に戻った時間、上陸の理由など聞かれてですね、小島市議も同じように聞かれて、終了とこういうようなことで、ありました。まあ、そこではですね、海上保安庁の方に、まあ、日々の業務に心から感謝と敬意を申し上げるとともに、まあ、そういう海上保安庁の方の立場では上陸してですね、日本人の気概を示すとかそういう行動は、まあ、個人の思いではできないで、あるわけですから、まあ、我々のような立場の人間がそういう思いも背負って、上陸をしてきたんですというようなことも申し上げました。まあ、それについては、まあ、何もですねコメントはされませんでした。まあ、コメントもできないような話になるかと思いますけど、心で受け取っていただけたなというふうに私はそういう印象を持ちました。でそういうことを終えて、また石垣島に一路戻ってきました。我々の乗った船はかなり高速で出る高速でですね、進むことができる船にラッキーなことに乗っていたようです。後で聞いた話では。で石垣島に着くとですね、もう港は大騒ぎでですね、さまざまなメディアがですね、数十、もう沖縄のメディアだけではなく、まあ、全国放送のテレビや新聞等々も含めて、ごった返していてですね、あちこちで降りるともう記者会見とかぶら下がりの取材を受けて、この局からこの新聞社からですね、まあ、同じような話を何度も何度もして、いました。まあ4時半ぐらいに確か着いたんだと思うんですけど、まあ6時から記者会見をすると現地のホテルですね、そういう話をしていたんですが、まあ、気づくともう6時近くなっていて慌ててそのホテルに向かったというようなことがありました。その港で受けたインタビューがですね、夜の7時の NHK のニュースのトップに出たらしくてですね、まあ私は荒川区議会の防災服、公式の防災服ですね、まあ、今はもう数年前にその古い防災服はですね廃盤になって新しい今風の
赤と茶色とかですね、グレーとかそういう今風の色のですね防災服に変わったんですけど、その当時はまあ水色と青の間ぐらいの色の一色のですね、海軍の略帽みたいなそういう横線の入ったですね、そういう帽子の防災服でしたので、まあ、私は現場で、そういう公の人間の、まあ、証しの一つでもあるそういう防災服というのをつけて、公のバッジをつけた選ばれた人間として上陸をすると、日本人としてですね、そういう意味も含めてそれを着ていったわけでありますが、まあ、当時ひげを生やしていたのもあってですね、ひげ面でそういうのを着てですね、まあ本当に、まあ、戦闘モードのような形でですね、まあ、上陸をするっていうのは別に武力を何か伴うわけじゃないんですけど、まあ、いろんな意味で覚悟を決めていったんでですね、この戦闘モードで、コメントをしている様子がですね、指示のニュースで流れたというので、まあ、非常に多くの方からですね、反響があったのを今でも印象的に思い出すところであります。まあ、魚釣島というのはですね、まあ、人がいないんで、携帯電話も電波が入りませんので、もうどういう報道がされているかとかそういうのは一切わからないんですけども、朝に上陸した時点でですね、ニュース速報で流れたらしくてですね、まあ、昼過ぎからメールや電話等が相当入っていたようで、石垣島とかですね、その電波が入る島の近くに着いて携帯の電源を入れるとですね、 Facebook のメッセンジャーももう数百いろんな方からですね、もともと知り合いの仲間からですね、まあ、全く交流のなかった新しい方まで含めて数百入って、メールも多数、携帯電話はですね、もうメッセージが聞ききれないぐらい何十も留守電が残っていてですね、まあ、半分は、まあ、メディアだったり、半分はまあそういう応援のメッセージだったりというようなことで、ありました。